今度は力積を求める問題基本的なイメージと式をつなげていくそしてプラスマイナスに気をつけるこういったことができるようになっていきますそれではまず公式の確認からやっていきましょう運動量の公式は何ですかそう P=MVP はどういう意味運動量 M は質量 V は速度次力積の公式は イコールルデタ、T I、は力積 F は力デルタ T は時間でしたね運動量と力積の関係の式は何ですかあその前に力積って何を変化させる働きです,ですかそう力積とは運動量を変化させる働きだったね変化させる働き 変化ってそう、あと引く前で計算できたね。はい、あと引く前。このことを式にして、それが運動量と力積の関係。できましたはい。力積を与えた分、運動量が変化した。こんな式でしたね。力積を与えた分。 運動量が後引く前で変化したはいこのことをあとは式にしてあげたらいいわけですベクトルの時の注意点は何ですかそう軸を取って式にするってことだったねはいそういうのを私は軸式化と呼んでます軸を取ることによって式にすることができるとただしこれは一次元の場合でしたねはい二次元になってくると図で考えるということでしたはい ではその基本的なところを踏まえて早速この問題をやっていきましょう問いの 12.0kg のボールが左向きに 20m 前び飛んできたジャーッと足で右向きに蹴ったボーン、えー、ところが、えー、蹴ったところボールが右向きに 30m 余計速くなったねこう切って蹴ってボーンってなっ,てったってことですねはい足がボールに加えた力跡はいくらかはい力積を聞かれてます これはベクトルスカラーどっちベクトルだね <laughs>。もう引っ掛けがいっぱいだね <laughs>。ということで、はい。そして私はですね、2通りで答えなさいと。軸を2通りで設定して回答せよということです。うん。ということで、えー、まず問題の状況をこんなふうにして絵にしてください。うん。飛んでいく、まず蹴る前、そして蹴った瞬間、蹴った後。うん。そして、 今右向きを正にして解いてみようはい、こっち向きをまあ仮に X 軸みたいなの置いてねそして解いていくパターンそして今度は左向きを正にして解くパターンこの2つをやっていこうそして次これ力積、力と時間が分かってたらいいんだけど今ボールに加わった力と時間は分かんないんだよねでもボールの運動量 質量と速度が前と後でどう変化したか分かる。ってことはさっきのこれだよね力積を求めたいこいつが知りたいでもこいつは分かんない運動量の変化が分かれば結果的に力積が分かるじゃないかということですじゃあ運動量の変化がいくらなのか運動量の変化は え前の状態はこっちだねこちらが前の状態ですこちらが後の状態ですあと引く前をするから 2.0×30 これが後の運動量ちなみにこいつはプラスの値です引くおっとっと引く前の運動量は マイナス二点ゼロをける二十です。こっちが後です。こっちが前です。前の運動量は左向き、今軸の負の向きだね。これが引き算です。後引く前の引くです。いいですか？後引く前、こんな風にして使ってください。 そして、えー、これが、60、足す、40。ってことは、100となりますね。はい。ということで、答え。えー、向きと大きさを答えなくちゃいけませんので、ちょっと狭いな。こっちに、こっち、ごめんね、書きますね。はい。えー、今はちなみに、力積は、右向きにいと置きました。右向きに i と置きましたはいそうすると水平右向きに百ニュートン秒力積は力かける時間だから単位はニュートン秒となりますはい次左向きに x と置くパターン ね、いやこれどっちに置いてもいいんですがまあとりあえずこれもやってみましょうそうするとボールが加えられた力石の分だけボールの運動量は右向きに変化したんだよねボールに右向きの力石が加えた分だけボールの運動量は右に変化したうんそしてえ棒足が棒、うん、加えた力石は右向きなんだけど軸左向きに取るとまずこれ力石がマイナス i になるの分かりますか力石の向きが負の向きになるね そして後の運動量もマイナス二点ゼロかける三十、前の運動量はプラスの向き二点ゼロかける二十、マイナス I はマイナス六十マイナス四十で I は百でわかりました。はい、えー、そしてですね、えー、I は百なんですが、えー、ここに一応プラスが隠されてます。 このプラスって、えー、自分で置いた向きと同じ向き先ほどもそうですがということですねはいということで答えは同じになります皆さんどっちが解きやすいですか X 軸右向き左向きこれ力積 i が知りたいんだから i がプラスになるようなこの右向きの方じゃないですか うん、だから何でもかんでも右向きじゃなくて力積が求めたいんだから力積が正になるような向きに置くといいですただこの後もいろいろストーリーがつながっていくんだったらもう右向き正っていうのは一般的ですけどねはいということで続き問いいの2番やっていきましょう問題の状況ねこの図は自分で書いてくださいね見せちゃったけどはいというのに下の方ですが見ていきましょう 質量真ん中でいいか、はい、質量 M のボールが右向きに速さ V1 で飛んできた右向きに飛んできたんだね足で左向きにボーンって蹴ったらボールは左向きに速さ V2 でブーンって飛んでた足がボールに加えた力積はまずこうやって図を書いてやってくださいねできましたはいそして右向きに X 軸を取りましょうはい そしてもう一つのパ,、えー、パターンは左向きに x さあみんなどっちが解きやすい力積は絶対左だよねってことはこっちで解いた方がよくないうん下の方がということですまあですが、えー、まずこっちのパターンもやってみましょう力積はマイナス i だねで後の運動量がマイナス mv2、えー、前の運動量が プラスの mv1 ってことは i は i は m でくくってあげて v2 v1 ってなるかなはいこれが答えになりますああそうだねこれ向きが分かんないなこのままじゃちょっとこの問題よくないですねはい v2 と v1 どっちが大きいか示してあげる必要がありましたねまあ、これ計算練習ですからはい続きいきます。 はい、足がボールに加えた力積を左向きで、えー、今力積がプラスで後の運動量が MV2 のプラスですね前の運動量がマイナスの MV1 I は M 間違えたこれ V2 足す V1 になるねここもそうだねうんってことは明らかにこれは正の値だねはい 正の値っていうことは自分が置いた向きと同じ向きだよね自分が置いたのが今左向きだからこれは左を表すんだねああこれちゃんとごめんなさい問題として成立してましたねはいなのでえ左向きに mv1+v2 という答えになります はい。こちらも同じ答えになりますね。はい、えー。私がなぜ混乱したかというとですね、一応混乱した理由を説明しておきます。こっちに書こうかな。はい。混乱した理由を説明しておきます。mv2-v1 って出ちゃいました。この値が正だったら、特に、特に、ここの部分ね。ここの部分が正の値だったら、これはプラスがあって、えー このプラスの向きは自分が置いた向きと同じ向きってなるんだけど、ここの値がもし、負だったら、これは、マイナス MV1-V2 ってやってあげるとここの値が正になるよね。ってことは、これで初めて、自分が置いた向きと逆向きってことになっちゃうよね、こうだと。だから、 この式だけ見た時に明らかに全部正の値だったらいいんだけど引き算になってるとどっちが大きくて小さいか分かんないからこの中に負の値が入ってたらやっぱり向き逆になっちゃうわけですよ。っていうことがこの問題じゃ分からないじゃないかとちょっと心配しちゃったんですね。最初ここ計算ミスしてマイナスになっちゃったから。 はいで力跡を求めようだから向きまで絶対答えなくちゃいけないわけですよ、うん。じゃあこれ向き答えれない問題じゃんって思っちゃって、えー、混乱しちゃったわけなんですが、えー、そんなことは問題なかったということでした。